はい、皆さんおはようございます。ちょっとため息からスタートなんですけど、本日は4番ユーティリティを5球連続打ってみました。まあ、ユーティリティはドライバーウッドの代替としても使ってるので、まあ、こんな感じでやっていきたいと思います。始め。はい、1球目です。いいショットですね。まあ、今日の目標はターゲット真ん中2枚ネットの中で、まあ、5球連続ミスショットなしで打つことっていうのを目標としてやっていきたいと思います。若干ダフったんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ユーティリティっていうのは、まあ、ほうきを履くみたいなイメージで打っています。まあ、ちょっとここがアイアンとの違いかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、今のはクラブの入り方といい力感がグッドですね。やっぱりアイアンとの違いとして、まあ、アイアンはボールを上から打つイメージなんですけど、ユーティリティっていうのはボールを下からすくって打つイメージなので、まあ、あんな感じのがベストかなっていうふうに思います。まあ、ちなみにですね、まあ、ユーティリティのコントロールをしやすさっていうのを、上達させるには、まあ、クラブがそもそも重いのでスイングテンポを落としてやっていくことが重要になっていきます。ちょっとこんな感じでブツブツ言いながらやっていってます。最後5球目です。いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございました。